ブラウンシュバイクとは、西ドイツ海軍のフリゲートであり、ケルン級フリゲートの6番艦である。艦名は、ニーダーザック戦州第2の都市である、ブラウンシュバイク市に由来し、この名を冠するドイツ海軍の艦艇としては2代目である。ブラウンシュバイクは、ケルン級フリゲートの最終艦として、HC ストラッケンゾーンハンブルク造船所にて1960年に寄港し、 1964年に収役し、以降は他の姉妹艦と同様に第2号衛艦船隊に配備された。第2号衛艦船隊は1959年2月1日にクックスハーフェンを母校として編成されたが、1968年以降はビルヘルムスハーフェンに移転している。ブラウンシュバイクイカケルン級フリゲートはコダグによる高速力を活かして、 バルト海において北欧諸国に急行するナトー軍の輸送艦隊をソ連及びワルシャワ条約機構加盟国海軍の潜水艦から護衛することを任務としていた。しかしケルン級フリゲート自体が1950年代末の技術で建造された小型の艦艇であることから近代化改修の余裕がなく収益後に登場した艦載対戦ヘリコプターや股間防空ミサイル 艦隊艦ミサイルなどの新兵器を運用可能な見込みが少なかった。これらの新技術をふんだんに盛り込んだブレーメン級フリゲートが1970年代末から1980年代にかけて次々と建造、収益してゆく中、ケルン級は1980年代に退役を開始した。所属部隊の第二護衛艦船隊も1988年9月30日に 解体されたが、この時点で、まだ現役に止まっていた F224 リューベックとブラウンシュバエクは、翌10月1日に編成された第2フリゲート戦隊に移籍した。最後の姉妹艦リューベックは1988年12月3日に西ドイツ海軍から退役して、トルコ海軍に売却され、最後まで現役に踏みとどまった。 ブラウンシュバイクも1989年7月4日付で西ドイツ海軍から退役した。退役後のケルン級フリゲートについては、トルコ海軍が F221 m ムデンと F223 カールスルーエをそれぞれ D361 ゲムリクと D360 ゲリボルノナで収益させていたほか、リューベックを部品取り用に買い取った。 そのトルコ海軍は1989年にゲムリクを退役させ、その代官としてブラウンシュバイクを引き取り、D361 ゲムリクの名を襲名させた上で再終役させたが、1995年に退役し、翌年にはスクラップとなった。ありがとうございます。